東京都交通局6000系電車、鉄道東京都交通局6000系電車、東京都交通局6000型電車は、東京都交通局にかつて在籍していた都営地下鉄三田専用の通勤系電車である。同局の路面電車、都電6000系と区別するため、都営地下鉄6000系と呼ばれることもある。本では、インドネシア鉄道会社、PT、ケレタ、 API で運用されていた車両についても記述する。神戸電気鉄道1050系と共に、日本の鉄道車両で、初めて補助電源装置に静止系インバータ、SIV を採用した。車体構造は外反に、ステンレス鋼を用い、骨組みは普通鋼を用いるセミステンレス車両である。内装も、関東の鉄道では初めて木目調の化粧板が、採用された。20メートル4。 扉車体、制御装置は超多段制御、主電動機出力1 0 0ットといった点に、低都高速度交通営団、現、東京地下鉄5000系との類似が伺える。1968年、昭和43年12月27日の、都営地下鉄6号線、三田線、志村駅、現、高島平駅菅萌駅間開業と同時に、運用を開始した。当時は、 東武鉄道東上線と東京急行電鉄との相互乗り入れを予定していたため、東武、東急と共に制定した6号線直通車両規格、現在は事実上消滅に基づき、各社の全長を20メートルとし、暫定開業のため4両編成で配備された。1969年、昭和44年に、鉄道ともの回路折レル賞を受賞した。 1972年、昭和47年の6月30日の菅も駅、日比谷駅間の開業時より6両編成となった。なお、設計時は8両編成を想定していた3.4号車が欠車。東武鉄道と相互乗り入れを行う予定であったため、運転台は東武の通勤系、電車、8000系と同様に地上線での1万1の衝突事故を考慮した。 高運転台構造とし、軽的も、頭部と同様に、両先頭車で音が若干違うものを採用した。長年にわたって、三田線の専用車両として運用されてきたが、1993年、平成5年6月22日より、後継車両の6300型を導入し、比例棒だった初期車の置き換えが開始された。当初は、 過去に、三田線との乗り入れ計画があった東急池上線や、東急玉川線が実施している、ホームセンサー方式でのワンマン運転を構想していたこともあり、6300系の投入で、初期車を置き換える一方、6000系のうち車齢の若いものは改造して、継続使用することも検討されており、1995年、平成7年には一旦置き換えが中断された。ところが、 1990年、平成2年6月に、現在の相互直通車両規格の名称である、相互直通運転における東急目黒線、南北線、三田線、埼玉高速鉄道線との車両申し合わせ事項に、基づき、ホームゲート方式のワンマン方式に決定された後、そのホームゲートの位置及びこれによる、乗務員の安全確認上の問題や、ATO の精度の問題に加え、 それに対応するための改造費が6300系の導入費用に匹敵することが判明した結果、6300型への全面置き換えが決定。1999年、平成11年に置き換えが再開され、同年12月3日の ATC、SR 化と、翌2000年、平成12年9月26日からの、A 段地下鉄、現、東京地下鉄南北線。 東急目黒線との相互乗り入れの開始に先立ち、1999年11月28日のさよなら運転をもって六線型は三田線での運用を終了した。この結果、三田線においては、どの路線とも相互直通運転をすることができなかった。なお、東急が無休線系で乗り入れる計画であったが、ワンマン運転時の安全確認の関係などから、中止した。 志村駅蘇賀茂駅間の開業用として4両14、編成56両を投入した。日立製作所と川崎車両、現、川崎重工業車両カンパニーで製造された。運用終了後、日立製の一部車両は、熊本電気鉄道へ譲渡されている。車体の帯色は当初、赤であったが、1972年、昭和47年からのラインカラーセンテージに順次。 青に変更された。冷房化改造は考慮されていなかったが、6121編成のみ、冷房装置が取り付けられた。1972年に、菅も日比谷間の延伸開業用として6両級編成、54両と一時車編成の6両化用に28両の計82両が申請されている。冷房改造が当初から可能な設計であり、また、 心臓当時から青帯であった。なお、製造メーカーは、アルナ後期、現、アルナ車両、日立製作所、日本車両製造である。1973年の日比谷駅未体機関の延伸開業用に6両3編成、18両が、アルナ後期で申請された。ただし外見は二次車と変化はない。1976年の、 高島平来駅西高島平来駅間の延伸開業用として6両に編成、12両がアルナ工期で申請された。1から3次社との相違点は、戸袋窓が廃止され、中央部には冷房装置が設置できるように準備工事、施され、電動発電機も冷房用に対応できる、大容量 MG を搭載した。同年に登場した浅草専用の5200型との共通点が多い。 また、新宿専用銃の000型も飛袋窓省略で落成することとなる。冷房改造もこのグループがトップで行われた。なお、側面の端に行き先表示枠が設置されていたが、使用されずに廃車となった。1988年秋頃に側面のみであった、青帯を正面前消灯にも回り込むように変更した。 また1989年春からは一部編成を除いて冷房化と車体修繕、B 修繕を開始した。改修内容は以下の通り。車体修繕に関しては志村車両工場、当時にて、京王重機整備が出張工事の扱いで担当している。現在でも秩父鉄道5000系と熊本電気鉄道6000系の車内で、京王重機の名板を見ることができる。 また1993年度より東京都のシンボルマークである、イチョウが先頭車の前面と側面に貼り付けられた。判例、三田線での営業運転は終了したが、現在も一部編成が、上渡車として、以下の鉄道会社で使用されている。その他、得意な例としてはインドネシアへ、政府開発援助として、無償上都されて、ジャカルタ近郊で運行されている。輸送費などは、 インドネシア側が負担した。詳細は口述する。また、東京消防庁立川消防施設に、訓練用として、車体短縮改造、座席改造を受けた、戦闘車用60、6051と、群馬県立林市の高田産業に倉庫として、この切断分、東京都八王子市の京王重機整備経由が、残している。他に、千葉県桜市の、 桜草笛の丘にも冷房を搭載しないまま1999年まで予備車として残存した6145万6146が生体保存されている。インドネシア鉄道会社 PT ・ケレタ API2 乗とされた車両はジャカルタ首都圏の通勤電車で使用されている。三田線時代に計画されながらも登場しなかった8両、編成もある。 また、2002年から2004年にかけて、中間車6両が各年2両ずつ現地で戦闘車に改造された。この戦闘車は流線型の非貫通構造であり、原型の6000系のものとは全く違う形態である。該当車両は次の通り、後年、戦闘車には、カウキャッチャー、廃送機に相当するものを装備した。 さらに2010年には6151と6188が全面を非貫通のものに改造された。これは衝突事故で全面を激しく損傷したためである。2013年以降は東日本旅客鉄道 JR 東日本205系が導入されたため2016年に運用を終了し全車廃車された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。